9月30日、朝の御言葉。全地を神に向かって喜び叫べ。皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編六66編、12節。私たちが神を賛美するかしないかは、私たちの勝手なのではない。神は賛美を受けるべき方であられ、すべてのクリスチャンは、 神の恵みを受けた者として日々神を賛美すべきである。私たちは日ごとに神を賛美するようにとの高圧的な命令は受けず、ある一定の時に歌い感謝を捧げるようにとも言われていない。しかし私たちの心に記された立法は神を賛美することが正しいことだと教える。この不分律は石の板に記されたような、あるいは 来どろくしない山頂から直接私たちに渡されたような力を持って迫ってくる。そうだ、神を賛美することはクリスチャンの義務である。これは単なる楽しい行事であるだけではなく、クリスチャンの生涯の絶対的義務である。絶えず嘆き悲しむ者よ。この点に関して自分に罪がないと思ってはいけない。また、賛美の歌なしに、 あなたの神に対する義務を果たすことができると考えるな。あなたは生きる限り、主の皆を褒めたたえるために、愛の紐を持って繋がれている。そして、主に対する賛美が常にあなたの口になければならない。神を祝福するために、あなたは祝福を受けているのである。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。いざやしょ 「『43章21節もしあなたが神を賛美しないならばあなたは農夫である神があなたに期待される身をまだ結んでいないのである』だからあなたのたてごとを柳にかけたままにせずそれを下ろし感謝の心を込めて高らかに書き鳴らせ立って神への賛美を歌え夜明けのたびに感謝の叫びをあげ 夕日の沈むごとにあなたの賛美の歌を歌えあなたの賛美をもって地を覆い美しい調べによって地を包めそうすれば神は天から聞いてくださってあなたの音楽を受け入れてくださるだろう私はあなたを愛し心より愛し続けあなたに賛美の歌を捧げるあなたは私の愛する神であられ 私のあがない主であられるからだ。